本日8月24日はドレッシングの日です。野菜の語呂合わせから8月31日が野菜の日となっており、ドレッシングは野菜の上にかけることから、カレンダーで8月31日の真上にあるこの日がドレッシングの日と制定されました。これは健康マヨネーズ株式会社が制定したもので、ドレッシングが多様化される食生活を提案することを目的としています。 ちなみに私はゴマドレッシングが好きです。夏の暑い日にはこれが一番ですね。以上、埼玉県立美郷工業技術高等学校放送部がお送りしました。